ハリブリエイは、香港の政治家。第三大香港特別行政区行政長官を務め、現在は中国人民、政治協商会議全国委員会副主席である。1954年8月12日に誕生する。香港生まれであるが、本籍地は、山東省医海市師水区教頭陳柴里村である。1974年に、 香港理工学院建築測量学部を卒業後、イギリスのブリストル理工学院にて修士課程を修了した。1984年にイギリスによる香港の中国への返還が決定し、翌1985年に香港特別行政区基本法の起草に加わった。この頃より中国の政界や不動産業界との関わりを持つようになる。 香港返還後は不動産コンサルタント業を務める。一方で1999年7月から2011年9月まで行政長官の諮問機関である行政会議のメンバーとなった。また2003年からは全国政治協商会議香港地区委員を務めるなど新中派で知られている。2011年11月、香港特別行政区行政長官選挙に出馬を宣言。 同じく親中派の党永年との対決になった。当初は党が優勢だったが、中国共産党による支持を得たほか、党に持ち上がった自宅の違法増築問題を攻撃するなどして、2012年3月25日の投票で689票を得て当選。勝利宣言の中で、香港市民が共有するいかなる自由及び権利も絶対に変えることはないと述べた。 ただし7月の就任直前には、両自身も自宅を違法建築していたことが発覚している。2012年3月28日、国務院令第616号により行政長官に任命され、7月1日に就任した。就任以来支持率は低迷し、わずか689票で選出されたことから、689との別称が付けられるに至った。 2013年1月1日には民主派による13万人規模の辞任要求デモが発生している。2013年11月には新たな地上派テレビ局の免許が申請の出ていた3局のうち最も準備の整っていた1局を詳細な説明なく受理しなかったことから報道への干渉として香港住民から大きな反発を受けた。さらに、 2014年1月には、香港政府やハリの政治姿勢に批判的な記事を書いていた、香港の新聞、明報の編集長が急に解任され、その後の2月にその元編集長が何者かに襲われ、重傷を負ったことから、香港のメディアや市民から、香港における報道の自由に対しての大きな懸念とハリへの批判が高まり、大規模なデモによる抗議もなされた。 そのような状況下の2月28日、英国留学中の寮の22歳の娘が、編集長の襲撃と報道の自由に何か関係あるのか、と、Facebook に投稿したことから、香港市民の大きな批判を浴び、翌日には発言に対して抗議の姿勢を示した、香港の俳優を名指しに、俳優は仕事に戻れと返信したため、さらに大きな批判を招いた。 しかし両本人は、実の娘の発言にもかかわらず、他人の発言にはコメントしない。とコメントしたため、その姿勢にも大きな批判が寄せられている。またこの娘は、2014年香港反政府デモの、さなかフェイスブックに、このネックレスは、香港の納税者のみんなのお金で買ったものよ。私の美しい靴とドレス、クラッチバッグもすべて、どうもありがとう。と書き込み、 私のことを攻撃する人のほとんどは失業者だろうね。みんなじゃないけれどと民衆を挑発し大きな批判が寄せられた。香港政府は司法協定を結んだ1998年からアメリカ合衆国の身柄引き渡し要請に応えて、北がアメリカ国家安全保障局の機密を暴露したエドワード・スノーデンの出向を張りは認めた際にアメリカは香港政府の判断に 中国政府は関与したとして批判した。香港政府は中国が領有権を主張する尖閣諸島に香港から抗議船が出港するのを阻止してきたが、領が行政長官に就任した直後の2012年8月に起こった香港活動家、尖閣諸島上陸事件の際には阻止を行わず、出港を事実上容認しているとされている。 また本土と同じような愛国心を抱くための教育の導入を決定し、2012年9月より一部の学校で実施されたが、複数政党制による民主主義を否定するといった内容が民主派からの猛反発を呼び、事実上の撤回に追い込まれている。当日有権者数1132人最終、投票率94.89%親中派の 当英年が優勢だったがスキャンダルで形成が逆転し、同じ親中派のハリブリエーが優勢となった。3月23日、一般の香港市民による議事直接選挙が行われたが、何者かが毎秒100万回のアクセスを行い、サーバーをダウンさせた。しかし投票箱による調査投票は継続され、結果ハリブリエーの得票率は白票を含めると、 わずか17.77%に過ぎなかった。ハリブリエ39,624票17.77%、東英年36,243票16.25%、何春日五千25,462票11.42%、万千12,661票54.56%。ありがとうございます。